振って今回ムービーへご対応いただけますでしょうか。さあいかがでしょうか。阿川佳代を演じました有村架純です。今作は映画にドラマに、立て続けに撮影をしたんですけども、本当に濃密な2ヶ月を過ごすことができて、私自身も充実した気持ちで、心が毎日満たされておりました。画面に映るその役者たち、スタッフの皆さんたちの熱量が、多くの方々に届いてくださると嬉しいなと思います。斉藤みどりを演じました石橋静香です。今日はお越しくださって本当にありがとうございます。本当にいい現場で本当にいい時間を過ごさせていただいて、そしてそのなんだろうな、現場のいい空気がそのままちゃんと作品に映像に映っていて、とてもいい作品になっているので、ぜひたくさんの方に見ていただきたいと思いました。一番最初のシーンは映画でしたよね。映画版の撮影で、映画版はドラマ版から3年後の世界だから、もう2人の関係性が出来上がってるっていうのを見せなきゃいけないと思って、でも初めましてだしどうしようと思ってすごく緊張してたんですけど、有村さんがさあ来いみたいななんかこう本当に温かく迎え入れてくれたんで、よしじゃあ暴れるぞみたいな気持ちになれて、勝手に感情が出てくるような時間でした。ニコニコしちゃいますねいや今日もすごい久しぶりにお会いできたんで、ちょっと気持ちが舞い上がっちゃってるんですけどもうでも本当に最初お会いした時から、なんて言うんでしょう、その立ち姿から本当にかっこいい女優さんだなと思って、でもご本人の中でもそのいろんな気持ちを秘めながら現場に立たれているなっていうのも、毎日過ごす中でもそういった一面も見れて、とっても人間らしくて、あ、好きだなって毎日好きが積もっていった時間でした今より眉毛が細いですそうですね、学生って感じですね幼い顔してますねこの時は本当にデビュー当時、上京したてぐらいなので、はい、周りに誰も知り合いないし、急に大人たちに囲まれて、なんかとんでもない世界に入ってきちゃったっていう思いだったんですけど、まあ、でも自分でやりたいなって思ったお仕事に飛び込んで、東京に上京してきたので、なんかそういう強い思いのある当時だったのかなとは思います。自分のことを話すのがすごい苦手だったので、なんかすごい不思議なんですよね。自分自身そんなに目立ちたがりなわけじゃないんだけど、なんでこのお仕事してるんだろうって思う時は今でもあります。今でもあるんですか不思議だなって思います。これは多分20歳で、私はお芝居を始めたのがちょっと遅くて、気分は今でも新米なんですけど世の中的にはそうも、ね、何年か経つとそういう扱いをしてくれなくなるのでそうだ ね寂しいけど、だからちょっともうちょっとちゃんとしなきゃなって思ってます。でもすごく最初からなんか出会う人に恵まれていたなって思いますね。6年7年前思い出すと、はい、頑張ります